5月5日にトネリ公園に行ってきました晴天でした想像以上のネモフィラ畑でしたねネモフィラって言いにくいね行くことについてのアドバイスとしては駅中とかでで美味しいお弁当を買っっててくるって感じですね公園の周りにはコンビニとか店はないのでネモフィラ畑の近くに売店ありましたけども激ゴミでした私は池袋の西部の西地下で シューマーイベントを買っていきました <laughs> 美味しかったですそれではこの後ちょっとだけですけども写真置いとくんでよかったら見てください 綺麗でしたよ写真の色はね、少し強調しましたねビデオの方が色は近いです話をしたカメラマンさんがですねあの有名な日立の公園よりここの方がいいんじゃないかって言ってましたねなんか理由はいろいろあるみたいですねあの実際はね、こんな感じなんですよだから花だけ撮るのはまあ、色々と工夫しなきゃいけないと思うんですけども素人アドバイスとしてはこんな感じ ゴザ持っていくか汚れてもいい服着ていくのがよろしいかと思います。それではまた